エコーがかかってよく聞き取れません。感染症のなんとかまでは、そのあたりからエコーがかかり始める。なんかね、いつも聞けないの、聞こえないの、うん、昨日とかも確かなんか言ってたね。ワンちゃんかわいい。でも動くとすぐピンポケになる。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃんがシリシリしてます。このカメラジョリジョリさせるの好きだな。仕事場を猫に奪われた黒犬パパでした。気持ちよさそうだね。少しここを見ましょうか。はい、そういえばですね、このまだ春だっていうのにですね、暑い日が今日で2回目かな、エアコンを入れることになりました。外があまり風もなくって、風通しがちょっと、窓を開けても涼しくならなかったので、この人たちが伸びちゃうのでと思ったら、こんなとこで日に当たりながら遊んでいます。あ、何か始まりそうだね。いつも配送ありがとうございます。お客様の大切な荷物をよろしくお願いいたします。これ配送の方宛てっていうことなんだね。お店の方の人が書いたってことなんじゃない。すごいね、うん、最近は心遣い、うん、ということでですね、またプレゼントいただきました。なんじゃこりゃ、すごいな、入ってたよ、なんかおしゃれだね。ちょっと一見 T シャツかと思ったら違うのね。私はトートバッグかと思ったよ。おしゃれデザイン、これは猫が顔を見えるとこだよね。そして手提げになっているっていうことね。ちょっと開けましょう。納品書には猫キャリーバッグ、折りたたみ、おしゃれ大型トートバッグ。これさ、うん、要は、袋状になるわけでしょ、うん、それが口が閉じるってことだよね。口が閉じる、うん、中に入ってから、うん、上の口を閉じて、うん、病院に連れて行けるってことだよね、きっとね。そうだね。こう開けて、はい、開けていきます。こう開けて、あ、いっぱい開く。あ、こうか、こう、お、ほら、あ、こういう状態で、こういうふうに、あ、踏んで、こう入ったらここを全部閉じると、閉じると、はいはい、あ、ここにもこっちがついてる。開けられるってことなんじゃない。開いた、これをこうか、
もうここまでなの？そこまで。で、これをくるくるってやって、ここで止める、ね。あ、止めて。はいはい。あ、じゃあこれさ、普段からこうやってやっといて。うん、そうだね。入る癖をつけろ、ね。お家としてハウスみたいにして。キャー。こうやって。あれ？どこ？こう？どこにあるの？シミよく見えてないの。絶対入るこれ。ポンちゃん入るね。じゃあここに餌を置いとこう。餌？ここさ普段はさこれ外側にできないのかな。ちょっと狭い。こういう風にしたら、はい、あでも変か、形が変になっちゃうのか。そうだね。ここがね。ポコってなってるから、うん、ちょっと入った時に、まあ、ただ単に外しとくだけで、外しとけばいいのか。あ、うん、そっか。じゃあありがとうございます。ってジャン君、うん、すごいね。はい、じゃあ今度入ってるところを撮影しますね、うんうん、いつの日になるかしらということですが、うん、置いとけば入るよ。はい、はい、ポンちゃん絶対入るね。ポンちゃんって、うん、絶対入る。ものの見事でした。見事に入りました。もうすぐ入りました。かわいいポンちゃん。はい、まあ、葵ママの足に寄りかかるようになったポンちゃんです。それとここで寝ているちゃんくんです。ポンちゃんポンちゃんが寄りかかってくれています。かわいいです。ポンちゃんかわいいね。ポンちゃん、はい、はい、うん、ゆりこじゅんくんかわいい、お似合いよじゅんくん。子供の日、そういえば子供の日だからでした。後でおやつあげようね。やったやったやった。お裾分けポンちゃんもらえそうだよ。ポンちゃんだってお邪魔の日だよね。男女平等だからね、うん、でもひな祭りはひな祭りなんだね。でもポンちゃんの時にもらったもんね。ジャックもね、一緒だよってジャックすごいね、長いことかぶってるね。後ろに置こうか。あ、落ちちゃった落ちちゃった。はい、いい子だね。あ、もうちょっと後ろ、そうじゃん、大丈夫。はい、子だね、ジャン君。ジャン君、お似合い。えい、ポンちゃん、あくび。あ、落ちた。落ちちゃった。ポンちゃん。あ、移動？あ、お兄ちゃんとこ行くの？はい、どうぞ。いいよ。違うんかい。まあ、ここ入れないね。そうだね、狭いよね。ちょっと狭いね。はい。はい、あ、シュリシュリね、シュリシュリ、本がシュリシュリしております。はい、これが我が家の子供の日でした。はい、ポンちゃんもね。あ、ポンちゃんもかぶる。ポンちゃん、お利口さんね、ポンちゃん。はい、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、実はね、また届きました。一日で2回も届いてくれました。まあ、別便ということのようなんですけれども。かわいい猫の入れ物。わおーってなってますが、うん、猫、犬、わからない、耳はないです。これが耳かな。じゃんけん。あ、なるほど、
かな、ウサギってことかな。その耳のとこを映すと、まおいさん映るんだよ。あ、そうか。はい、ちょっと出しましょう。おっしゃ、はい、あ、ごめんね。感じの袋。こんな感じの袋で。はい、よいしょ。になっております。はい、中身を出してください。はい。あ、ポンちゃんがクンクンしています。ポンちゃん、もうちょっと経ったら乗れるからね。よいしょ。あ、ポンちゃん、ポンちゃんがすごいクンクンしています。なになに？これは、カミカミ人形、あいのた、はいのた。それにすごい反応してます。ポンちゃんがめっちゃ反応しています。なんでしょう、ポンちゃん。あ、噛む、噛む。噛むの？あ、噛んだ。あ、なになに？あれかな？キャットニップとかあれが入ってるのかな？あ、ポンちゃん、ポンちゃん、ビニール。出そうね、出そうね、ポンちゃん。じゃあ出してあげよう。これ出しましょう、出しましょう。うん、よいしょ。あ、わかんないし。よいしょ、よいしょ。ちょっと待ってね。はいはい。キャッチ&、はい、スクラッチ、スクラッチ、キャッチ&スクラッチ、スクラッチってなんだっけ、スクラッチかな。ああ、そういうこと。俺はあの神宝くじのあれも削るってことだよね。だからなんか噛んだりこうやったりってこと。はい、ポンちゃ ん、ポンちゃんいきなり食いつきました。食いつ、あ、すごいです。ポンちゃんどうした。大好きっぽいっす。キャットニップ入ってるんだね。そういうことか。ただ前にね、うん、キャットニップ入りでもね、全然、うん、反応しないやつもあったの。ポンちゃんはキャットニップ好きと判明しました。あれ、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん外してあげられる。すぐ、 あのね、後ろにね、3箇所止まってるよ。そう、じゃあ後ほど、うん、ポンちゃん、後でちょっと待ってね。後でね、後でね。これは何だったかな。出してみます。シュピッ、お茶です。はい、新茶届きました。綺麗なお茶で、うちの母がお喜びします。どうもありがとう、ね、ありがとう。そしてこれはジャン君とコンちゃんのものだね。よし、はい、はい、なんか美味しそうなのがいっぱい届いたよ。おやつの、おやつ、おう、おやつ、おやつ、たくさんあります。いっぱい小分けで入ってるやつだ。いいね、よかったね、ぽんちゃん。ジャン君もぽんちゃん、これは何かな。ずいぶん粒が小さい。マグロそぼろ。マグロそぼろ。へぇ、猫でも食感が違うのが楽しみたいってことですか。ね、これはなんかあれかな、ふりかけみたいにしてあげるのかな。そうね、トッピング用ってことか。そうだね。はい。はい。これもなんか入ってるよ。あ、これは、はい、人間用、人間用ミッフィーちゃんのやつ。これもしかしてこれで全部取ろうかな。ああ、コンプリートになってるってこと。あの、知らないうちに待ってるとコンプリートされていく。すげえ。首にかけるくん、マスク補助具、補助具、首にかけといて、マスク紐で耳が痛くならない、なんかこうやるんだっていうのがこれです。ほうほう。あ、後ろに耳と関係なく引っ掛けられるよということですね。へえ、はい、いろんなものがあります。本当だね。はい、そして、はい、グマ、これはもうこれも飛ばされるか。ジャン君に飛ばされる運命のクマちゃんかもしれません。うん、ほら、なんか入ってます。お、これは？なんかホルダー。そうだね、うん、キーホルダーみたいな。ここに鍵つけるって感じ？はい。スープのやつ。いろんなものが集まってきちゃったね。本当だね。はい。あとこれは？これもなんかついてる。お、お守りみたいな感じ。うーん、あー、あれだ、あの、なんだっけ、キジムナじゃなくて、なんだったっけ、なんかね、こないだ LINE の
ラインスタンプにもあったよ、これ、はいはいはい、このキャラクターのしたやつ、なんか今流行りの、ね、流行りなんだこれがね、うん、妖怪なんだけど何かにいいんだよね、コロナウイルスを退治してくれるっていうやつ。そうなんだ、光っちゃって見えない。あのポンちゃんに、あ、そっか、あのじゃ あ、 あれがあっちゃうので、はい、その辺で、はい、ちょっとテカってるかな、はい、キジムナじゃなくて何だったっけな、名前忘れた、名前後でじゃあ見てみよう、はい、はい、なんだっけ、キジムナの方が何だか分かんない、あこれ、ああれ、これが今品薄になっているという。あ、そうなの。まあ実を言うと、なんだっけ、シュッシュするやつ、そう、入れるためのやつが減ってるんだ、ビンダーが使うから、まあ、ね、アルコールのあれを使ったり、うん、そっかそっか、いろんなものが減るんだね、はい、かぼさめ、おいしそう、ポンちゃん、はい、おいしそう、喉に良さそう、うん、そしてノンアルコール除菌、あ、ミーだよ、ミーだよ、ポンちゃん、はい、ね、そしてこれは、あ、かわいい、なにこれ、バックトゥー、バ、な、見えない、揺れると読めない、え、なんかあのカタログだけど、ね、猫の消化器官と食性に合わせて独自レシピで作ったキャットフード、フードの、はあ、あ、こういうのがあるよっていうの、はい、はい、ふうふう、ありがとうございます、はあ、いわゆるあれだね、ラム&レバーカリカリ牛、あ、これ牛か、もうダメだ、言葉が全然出てこない、ラム&レバーとグラスフェットビーフ&レバーカンガルー、カンガルー、うん、オーストラリアのやつってこと、何何、シカとかさ、うん、そういうやつのことをなんとか言うんだけど、もう今回は何一つ言葉が出てきませんでした何何、あれよ、何かな、何かな、そういう野生動物を食べるあれよ、わかったでしょ、わかったけど、そう言われると出てこない、あれあれそしてキジムナって言ってるし、もうそのうちね、あの説明欄に書こうかな、そうだね、あ、それとテロップ入れようか、あれとあれでした、ママクック、どうもありがとう、じゃあ、はい、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ね、よかったね、はい、はい、じゃあこれ切って取り出したい、あのどうしてもあの、あ、打ってあるから中に残っちゃうから、ちょっと上手にね取ってからね、うん、このタイプのやつ、そうだね、はい、こっちこっちに、あ、中に入っちゃうのか、そっか、うまく取らないと、あ、ここにあるからこれを持って切ればいいんだね、うん、じゃあちょっと切ってあげます、はい。